皆さんおはようございます。高雪の Vlog へようこそ。本日はいよいよ待ちに待った MacBook がですね到着したということで、そちらを開封していきたいと思います。それでは、はい、ということで早速到着した MacBook に登場してもらいましょう。はい、ということで届きました。こんな感じで届くんですね。結構やっぱ重たいけど、思ってたよりもコンパクトに届いたんでびっくりしました。僕の MacBook は予定配達期間の最短日数で到着しました。いや緊張するな。自分のパソコン持つなんて何年ぶりだろう。結構感動してるんですが、いやご丁寧にここにテープがあるんですね。おお。はい、ということで取り出した MacBook はこちらです。いやほんとコンパクトですね。なんかこの前の動画からちっちゃいだのコンパクトだのそんなことばっかしか言ってない気がするんですけど、すごい時代に取り残されてる感じがいやもうじゃんじゃん開けていきたいと思います。ひもを剥がして、せーの、じゃーん。おー、かっこいい。いや MacBookすごいかっこいいし、めちゃめちゃ薄いんですね。いや薄いのは知ってたんですけど、こんなにすごいんだ。あ、で充電器と、これはトリセットかですね。充電器と充電ケーブルのみ。なるほど、ちょっと開けてみましょう。え、なんかジャーンとか言ってんだけど、え、何？急に起動したんだけど、こういうもんなのかな。え、ちょっと最新すぎて怖いんだけど。あ、すごい、なんか初期設定があるんだ。よいしょMacBook のですね、レビューはもう本当にいろんな人がし尽くして、僕よりもパソコンに詳しい人がもうどんどんレビューしていると思うんで。 OS にはボイスオーバーと呼ばれるスクリーンレーダーが内蔵されています。ボイスオーバーの使用方法が分かっている場合はコマンド F5 キーを押してボイスオーバーをオンにしてから Mac を設定してください。ボイスオーバーによる Mac の設定方法を学習する場合ははい、ということで設定は後でするんですが、これからはですね、この MacBook の Final Cut Pro ですね、こちらの編集ソフトでしていきたいと思うんですが、 Final Cut Pro もこれから使い方を勉強していかないといけないかなって思っているんで、慣れるまでは iPad の LumaFusion で編集をしていくのかなっていう感じなんですが、まあなるべく早く Final Cut Pro に慣れて動画が上げていければなと思うので、皆さん楽しみにしていてください。ということでですね、本当に皆さんのおかげでカメラとパソコン一気にグレードアップしたので、これからもっとクオリティの高い動画が出していけるように頑張っていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。いつも皆さんの評価やコメントすごい励みになっているので、僕の動画のですねこうアイディアとか、やっぱ一人でやってると何やろうかなって言って考えることが多いので、コメント欄で皆さんの見たいような動画、気になるようなことなどなどありましたら、ぜひコメント欄にどんどん書いてください。チャンネル登録、評価もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。